こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、全身ユニクロコーデ秋バージョンということで、皆さんに動画をお届けしたいと思います、まあ。服に対してですね、どれぐらいお金をかけられるのか、これは人によって全然違うと思うんですね。まあ、特に最近は、ユニクロ GU グローバルワーク、そういった価格帯を抑えたブランドで、なおかつですね、クオリティも高く、センスのいい服っていうのはだいぶ増えてるので、そういったものに買い慣れてる方にとっては、 ショップととかそういいったところででの買物もちろんですね。全身ユニクロですとか GU でもおしゃれを楽しむことは存分にできますので、今回の動画では、重いですね、おしゃれ初級者の方に向けて、なるべくですね、お金をかけずに秋服を楽しんでいただくためにですね、いろんなコーディネートをユニクロをメインにしながらですね、一部 GU も使って皆さんにですね、具体的に3つコーディネートを ご紹介をしていきたいなと思っていますどれもですね現行で買えるものが多いかなと思うのでぜひ今回の動画を参考しながら皆さんもですね秋のコーデをですね存分に楽しんでいただきたいなという風に思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべく分かりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからはですね、具体的に秋のですね、全身ユニクロコーデ、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目なんですけども、早速ですね、全身ユニクロと言っておきながら、今僕が着ているものは GU なんですね。これも今回の着こなしの中には混ぜていきたいなと思ってるんですが、まあ夏が終わりまして秋の初めぐらいだと、まだまだ暑いかなと思うので、まあそういう場合はですね、T シャツ×シャツというバランスが結構使いやすいですよということは、ここ最近結構お伝えしてきたかなと思います。 思うんですね。ですので、皆さんもシャツ持ってるかなと思うんですが、まあその中でも僕はブルーのシャツをお勧めすることが多かったんですが、今回はちょっとこう大人っぽい、さらには秋冬っぽさが漂うような、こういったグレーですね。このような色を使ったシャツを選んでみました。これがね、なかなか良くて、僕も見た瞬間にですね、これは買えたなということで、まあ実際に買って今日は着てきたわけなんですが、素材で言うとですね、ポリエステルが66%、0432のポリウレタンが2%と ということで、まあ、河なんですけども、表面に柔らかい光沢感があって、チープに見えるような雰囲気ではないんですよね。どちらかというと、ちょっとウールに見えるような、そんな素材感で、これがですね、2000円未満で買えるとは、まあ、間違いなくですね、誰も予想しないかなと思うんですね。まあ、それぐらいクオリティがいいシャツで、これはですね、僕ら大人世代でも使いやすいようなアイテムなのかなと思います。まあ、ユニクロでもシャツ系は結構置いてあるんですが、 僕はですね、意外とユニコロのベーシックなシャツよりは GU のちょっとトレンド感のあるシャツが大人の男性にも使いやすいのかなと思っています。このようなバンドカラーの絵のものってユニコロではそんなに多くはないですし、あとはですね、サイズ感ですね。これも最初から少しゆったりめになっていてトレンド感があるというところでは結構使いやすいんですね。で、この前 GU さんのブレスルームにお邪魔しましたが、その時に感じたのは、まあ、オーバーサイズではあるんですけども全然行き過ぎてないんです。 なのででで結構大人世代でも使いいやすいですね、まあ、ちなみにこちらサイズは M になっています。僕は身長 164cm53kg とジャストサイズで言ったら S なんですけども GU の S でもちょっとコンパクトかなと思ったのであえてワンサイズ上げたんですね。ですのでサイズ感で言ってもそんなに大きすぎることはないので、まあ、トレンド感が好きな方はですねワンサイズ上げるぐらいでもバランスがいいのかなと思います。このシャツをメインにしながら内側には、まあ、スーピーマコットンクルネック T シャツですね。 そのあたりの無地の T シャツを着て、その上にこういったシャツを重ねて、第1ボタン、第2ボタンを開けて、白 T をちょっと見せる。そして腕をまくりながらサクッと着るというのが、まさに大人の今年っぽいスタイルになるので、ぜひ皆さんにはこちら。 使っていただきたいなと思っています。で、ボトムスはもういつも僕はこればっかり履いてるんですけども、タックテーパードパンツ、ユニクロですね。これが、まあめちゃくちゃ使いやすいので、ちょっとゆったりめのトップスなので、ボトムスもそれに合わせてサイズ感をですね、調整しました。ただ、ボトムスに関してはお好みで良くて、まあ例えばユニクロの中ではもっと細身の感動パンツとかでもいいですし、スマートアンクルパンツのような、まあその中間ぐらいのサイズ感のものでもいいかなと思うんで、このあたりはですね、お好みに応じて、黒系のイージースラックスですね。 こういいったたもので合わせていただければまず間違いいななく収ままるかなと思います、まあ、そして足元なんですけども、足元もユニクロ GU で揃えようと思えば全然できるんですけども、僕はですね、靴に関してはちょっとこう、しっかりとしたものを揃えて、それでこう、全体のバランスを整えるというか、足元にそれなりに投資をしていると、他のアイテムまで高見えするというところがあるので、まあ、こういったスニーカーはですね、今回ニューバランスを合わせてみました。ちょっと緩めのサイジングとニューバランスって結構相性が良かったでするので、トップス のグレーと、あとはですね、ニューバランスのミディアムグレーですね。これぐらいをちょっとリンクさせながらコーディネートしてみましたが、結構これだったら簡単にですね、大人の男性でも実現しやすいコーディネートかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目の全身ユニクロコーデなんですが、今度は正真正銘ユニクロのものを持ってきました。一番上に着てるのは UTT ジャケット、今季のものですね。 これがやっぱり仕上がりがめちゃくちゃ良くて、個人的にもすごく気に入っているんですが、まあ、オリーブなんですけども、色が深めで、すごくですね、大人の男性に似合いやすいような色合いになってるんですね。まあ最初からですね、ちょっとこう、色が合わせたような雰囲気も、ステッチ周りに出ているので、そのあたりのですね、クロート感も含めて、ちょっと古着っぽくも見えるというところ、そのあたりのバランスもなかなかいいんじゃないのかなと思います。これをメインに添えながらも、結構アウターがカジュアルなので、内側はちょっと綺麗めにしてみました。一番下に来てるのは先ほど、 同じですね。スーピーマーコットンのクルーネック T シャツですね。これのホワイトの上に、もう秋冬の定番となっている、エクストラファインメリーのクルーネックセーターですね。これのネイビーですね。今年のものではないんですが、そちらを。 合わせています。白 T と丸首のニットの合わせだと、ちょっと襟元だとか、その部分から白 T が覗くので、このような形で白が混じるだけでですね、だいぶ軽快な印象になるのかなと思います。アウターはカジュアルで、内側はちょっと綺麗めに振りながら、まあボトムスもですね、これ。 ダックテーパードパンツのダークグレーを履いてるんですが、サイズ感、フィット感としてはちょっと緩めなんですけども、センタープレスが効いていて、スラックス調になってるので、これも適度に綺麗な雰囲気が漂うかなと思います。で、足元は白のレザースニーカーですね。まあ、ジャーマントレーナーぐらいの方が、ちょっとこう、ミリタリーっぽさと、このワークウェアっていうところで、まあ、相性がいいのかなと思ってですね、こちらを合わせてみました。このようなスタイルがまさに秋には使いやすいかなと思ってまして、カジュアルなアウターなんだけども、それ以外はちょっと綺麗めな要素を取り入れながらバランス を取ると意外と大人の男性には似合いやすいかなと思いますちなみに上の UTT ジャケットなんですが これでもいいですし、あとはですね、春夏のユニコとマルニのですね、ユーティリティジャケット、こっちでもいいかなと思います。まあ、こちらの方が少しオリーブの中でも、色が明るいのと、あとは竹の長さですね、ここが短いんですね。そう点カジュアルに見えるんですが、ユニコとマルニの特別感だとか、あとはポケットですね、おっきめに左右についていて、あとは腰の後ろから見た時にもですね、おっきめのポケットがついているので、ちょっと凝った見た目になるんですね。なので、こちらで合わせてみるのもいいと思います。ちなみに こちら、ユニコーンサイトで結構セール価格でお求めやすくなっているので、まあそういった形でですね、代用してもらうのもいいかなと思います。まあオリーブの色合いというのはまあトレンド的でもありますし、アースカラーとして、まあ秋にはすごく活躍するかなと思うので、ぜひこのようなコーディネートも皆さんお試しいただければなと思っています。 はい、続いてラスト3点目はですね、こちら、デニムジャケットを使った着こなしですね。これは僕の中では結構気に入っていて、何度か動画の中にも出てきたかなと思うんですが、まあ今季はこういった丈の短いアウターがかなりバリエーションが出てきていまして、その中でも先ほどご紹介したような、ちょっとワークだとかミリタリーライクな UTT ジャケット、このあたりのものと、あと合わせてですね、このようなデニムジャケットをかなり見かける機会が増えているかなと思います。 GU なんかでもですね、先日、プレスルームでご紹介したかなと思うんですが、やはりユニクロのデニムジャケットも非常によくできていますね。昔ながらのデニムジャケットというよりは、ちょっとこう、現代的な要素をミックスしたような仕上がりになってまして、肩のラインが落ちていたりだとか、身幅も含めて少しですね、ゆったりめに仕上がっているので、そのあたりも含めてですね、意外とこう、大人の男性にも似合いやすいかなと思います。ディティールもですね、あまり凝りすぎていなくて、まあ、リーバイスのファーストモデルをですね、ある程度 こう、ベースにして作られてるかなとは思うんですが、ある程度デザインは簡略化しているので、スッキリとしていて、僕ら大人世代にも似合いやすいようなデザインになってるかなと思います。ただ、デニムジャケットというものはカジュアルなので、色はですね、できれば、あまりこう、色落ち感が強くないものの方が、僕はさらりと合わせやすいかなと思うので、この一番濃いデニムジャケットの色味、もしくはブラックですかね、あの色合いもすごく良かったので、まあ、そのあたり大人男性は着てもらうといいんじゃないのかなと思います。そして、このデニムジャケットの下には、 まあいろいろとね、合わせてみたんですが、まあ、T シャツ系も悪くはないですが、やはりこうデニムジャケットのカジュアルさをある程度小綺麗に振るという意味では、このような白系のシャツが、まあ最も相性は良かったかなと思っています。ちょっとこれが今、原稿ではユニコでは売ってないんですが、バンドカラーですね、この襟型が特に良くて、これなぜかというと、レギュラーカラーのシャツとかでもいいんですよ。あとはボタンダウンとかでもいいんですが、シャツに襟がついていて、あとはデニムジャケット自体にも襟がついているということで、二重になってしまう あと、ちょっとうるさく見えることもあるので、まあ、バンドカラーシャツというのはその点ですね、襟元がスッキリとしているので、 襟が重なってもそんなにうるさくないんですね。そういった点で仕様のバンドカラーシャツはすごくあると便利なので、なかなかユニークロではちょっと売ってないかもしれないですが、他にはセレクトショップのオリジナルも含めて検討していただきたいなと思います。デニムジャケットよりもシャツの丈の方が長くなるというですね、このアンバランスな感じをあえて楽しむというのが、個人的にはですね、おすすめの着こなしかなと思います。で、ボトムツはですね、もうこれ何度も出てきて申し訳ないんですが、タックテーパードパンツですね。スマートアンクルパンツとかでも全然問題ないです。そういった ブラック系のイージーパンツですね。センタープレスが効いてるような綺麗なパンツで、少しですね、引き締めてあげるとバランスがいいかなと思います。そして足元なんですが、結構何でも合うんですよね。白系のレザースニーカーだと鉄板で合うかなと思うんですが、まあ、最近のちょっとトレンド感を取り入れるという意味では、まあ、ニューバランスですね。このあたりがやっぱり使いやすいかなと思って、今回合わせてみました。まあ、ニューバランスもね、本当に様々なカラーがあって、今僕が履いてるのは一番オーソドックスなミディアムグレーぐらいのものなんですけども、もうちょっと 濃いめのチャコールグレーだとか、あとはネイビーだとか、そのような色合いなんかでちょっと外しを効かしてあげるのもいいかなと思うので、まあ割と着こなし自体はベーシックなんですが、小物使いでですね、こういったスニーカーだとか、カラーレンズの入ったこういったメガネだとか、そういったものを使いながらですね、着こなしにアクセントを加えて、秋の着こなしを楽しんでいただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、全身ユニクロコーデ秋バージョンということでお届けさせていただきました。全身ユニクロと言いながらもですね、今回はまあ GU ですとか、あとは小物ですね、そういったものはどうしてもですね、ユニクロ GU では使わないことが多いので、まあ、そのあたりはちょっと多めに見ていただきたいんですが、まあ、大体着こなしのほとんどがユニクロ GU で組めますので、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考しながら、お手持ちのものだとか、あとはですね、持ってないものがあれば、まだ お店で売ってるものが多いかなと思うのでまあ、少し使い足しながらですね秋のコーディネートを楽しんでいただきたいなというふうに思っていますまあ、このようなねなるべく予算を抑えた企画もどんどんやっていきたいと思いますおしゃれをするのにお金がかかるというイメージがですね結構多くの方には強く残ってるかなと思うんですねもちろんお金をかければやれる範囲は広がるんですがまあ、ベーシックな着こなしからちょっとトレンドを加えたような着こなしだいたい75点ぐらいの着こなしというのはユニクロ GE を使いながらも存分にできる かなと思うのでまあこのあたりのテーマはですねこれからも引き続きやっていきたいなと思っていますのでぜひご感想ですとかリクエストがあったらコメント欄まで書き込んでいただければなと思っていますこちらのチャンネルではこのようにですねメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしているんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては僕がもう一つ運営してます youtube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので気になる方はですね概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまたなかなか動画を を見る時間がない方のためにですね文章と写真ベースでなるべくコンパクトに読めるようなですね記事をオンラインサロンの方で書いていますまあ、僕以外にもですね3人から4人のスタイリストさんが入ってくれて1日ですね本当に5、6回以上の記事が配信されるのでこちらも気になる方はですね概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに